あれは親類の子と見合いするんだけど、結局親がいつまでも30。エンタメ小槌へようこそ。今日はエンタメシリーズ第3回目だそうですが、エンタメって何エンタメって楽しいことをすることです、はい、前回歌、前々回は何してたんだっけな、まあそんな感じで、まあ言うたらアニメとかゲームとか、まあ中心にやっていこうという話なんです、はい、で今回やってくれるテーマは何なんでしょうか、ほんなら手塚治虫の話しようか。お、手塚治虫は何をされるんですか、ね、手塚治虫と宝塚とは、あの人は宝塚に住んでたからね。あ、本人がそう言ってましたね。元々虎中の出身やけどね、だけど割と早い時期から子供の頃から、宝塚へ引っ越して、なんか宝ジェンヌの隣の地に住んでたそうで、で同じ町内にね、天津乙女、隣が天津乙女でね、で向かいが越井吹雪、すごいですね。同じ町内に園池恵子って原爆で死んだ人で、あ、先日取り上げた人ですね。あんな人もおったっていうからね、そうそうたるメンバーですね。そこらもうご近所付き合いからしょっちゅう子供の時でも遊びに行ったりしてるわけやな、それからどっぷりとも宝塚に使ってるから、あの人はもう子供の頃はもう、もう宝塚に入り浸りみたいな格好で、それから初期のっていうかは割と宝塚目線っていうかな、そういう作り方、ね、それに影響を受けた作品もあるんですね。それからその中でリボンの騎士っていうのが、なんか僕はあれちょうどね、僕らがアトムに夢中になってた時にね、アトムっていうのは少年っていう雑誌に連載されてたんやけど、ちょうど同じ時期に少女クラブっていう雑誌があって、そっちにはリボンの騎士っていうのを連載してて、なるほど、僕らはまあ女の子の雑誌やから姉がちょっと見てたのを横で見せてもらったりしたけど、大してちゃんとは読んでないんやけどね、だけどかなり僕らは面白いなと思ってたんやけど、要するに女の子やねんけども王子として、サファイア王子って言うんやけど、サファイア王子っていう格好で育てられるんやけど、まあやっぱり、まあ、オスカルとかアンナと同じで宝塚町やな、女の子やけど男として育てるんですね。確かそうで心も確かね、天使が心入れ替えたらしくて、いたずら入れ替えて、なんかそれ聞いて LGBT の走りかなと思ってたんですけど、だからああいう漫画のほんま走りやな、今やったら別にな、まあ言ったら結構みんなコーラスとか歌ってるシーンが手塚先生には結構あるんですが、やっぱそれは宝塚の影響なんでしょうかね。ディズニーかと思ってたんですが、それだけじゃないみたいですね、宝塚はものすごい影響してる。ディズニー、ディズニーはもちろん影響あるけども、あの人はディズニーはその動画っていう意味で、なんとかああいうもんやりたいと思ったよね、だから影響としては宝塚の方が大きいと思うよ。あ、そうなんですね、意外と知らない人多いでしょうね、ほんであの人は結婚する時も面白いな。あ、そうですね、あんたも呼んだな、あれは親類の子と見合いすんねんけども、結局親がいつまでもの30中盤でしたっけ、5、6ぐらいになってたから、もうこれはほっといたらなかなか結婚せへんなって。漫画家で忙しいからね、でもうね医者やりながら新幹線やろな、自分でも、東京へしょっちゅう行ってっていう、そういう生活やからね、でその漫画で稼いだ金で医学の現職買うたりするっていう、そういう資金に、それからまあギャラ言うてもその自分やから大したことないんやろ、今ほどないでしょうね、だからそういうなんでもう、そやけど結構なんか連載何本も抱えてて、もう今の作成はしっかり考えられるんでしょうね。そうそやからそれで動き回ってたから、忙しいって恋愛どころやないわけ、そやからまあこれはもう親の方で何とかせないかんっていうので、で結局親類の子を見合いさせたんや。そしたらその時にその向こうへ言うのにね、漫画家言うたら聞いひんやろから、今でもそうかもしれないそれから医者やと、うん、うちの息子は医者と言ってた方が気がしそうですよね、普通やったら。それで振り込んでたら、向こうのその女の子は、医者という職業は嫌いないなんか硬すぎてってことですよね、それから医者なんかをやったらもう断ろうと思って断る気で行ったらしいですね、で見合いに来たんやね、ええ、ほんなら話を聞いてると、なんかその漫画を書いてんねんけど、その漫画自分も読んでたわけや、結構そのこの人が作者とは知らないのと、いうことでそれやったらちゅうので結婚したよな、ファンやったんでよかったですね、結果的にはそうやな、すごい運命の出会いかもしれない。そうほんで手塚治虫は最初は自分が天下でいないかんというので、でかなり厳しいことを言うたりしてたらしい。奥さんですか。奥さんにな。そうなんですね、それから人の自伝読むと、最初の15年と後の、それからとではもう逆転したって言ってね、奥さんの方が強くなったんですね、後半は強くなったって言って、
結構ね、手塚先生って結構めちゃくちゃエピソード多いからね。そう、なかなかね、面白い人やね。あんまり近寄りたくない人物でもある。まあ、そうかもしれんね。マイペースやしね。結構気性も激しいから。そうやね。だから、あの、手塚治虫の死んでから、あの、友達が編集した本で、とっておきの話っていうのがあって、それには、面白いことが出て、あの、面白いです。トキワ荘の、トキワ荘といったら、ね、トキワ荘は伝説ですね。トキワ荘はあの人が最初に、あの、住んで、ね、で、途中で、あの、自分が引っ越してから、藤子不二雄とか、ああいう人が、に変わったんやけどね。はい、そのトキワ荘の最初のところのね、様子をね、自分で、あの、漫画にしたやつ、漫画っていうか、図にしたやつがあるからね。ねそれだけちょっと見せて、ね、それでこの話終わる。あ、そうですか、うん、はい。どんな感じですか、うん、あ、うん、まあ、後で載せておきましょう。それはね、うん。どんな感じだったんですか、中身としては。これが私の苦労時代って言って、トキワ荘のね、あの初期のその、うん、今はトキワ荘を取り壊す時からもテレビになったりして、まあ話題になりましたね、知られてるけども、うん、実際にその手塚治虫が住み始めた頃のを自分で書いてるから、これはなかなか面白いと思って、うん、ちょっとね、あの、うん、まあ大したことは書いてないんだけど、あの部屋の様子がようわかるから。そうですね、昭和20年代って、ね、結構気になる話ではありますよね。そうやね。まあ部屋自体はその6畳ぐらいか4畳半か6畳かぐらいの感じやけどね。なるほど、うん、そこにもう何もない小さい本棚が一つあって、うん、机があってそれにかじりついてで編集者がへばりついてるっていう。なるほど。親がそんな状態を見てたら、うん、早く結婚させんなと思いますよね、まあ、そりゃ、ね、うん、そういうことやな。なるほど、よくわかりました、うん、ありがとうございます、はい。まあ、手塚治虫先生もなかなか面白いエピソードがありますね。そうだね。この人存在ことが漫画的かもしれない、うん。そうね、こう落ちたり上がったりの激しい人でもありますからね、うんうんうん。まあ、鉄腕アトムで一回上がったけど、まあ、ブラックジャック行くまでは結構落ち込んでましたから。骨董的に言うとね、今手塚治虫のもんって、うん、あの原画なんかむちゃくちゃ高いね、うん。まあアニメは世界的に人気やからね、うん、なんかね、あの京都には石川古本店言って漫画の専門店があるんやけど、うんうん、ええ、そこなんかしょっちゅう手塚治虫も来てて、その人にはね、あのサインもしたり、あの色紙書いたり、あのもう漫画の専門店っていうのはあんまりなかったからね、うん。そうですね、もう今では結構ありそうだけどね、うんうん、そうですね、もうね、日本の文化を作った偉大な人物だからね、うん、ぜひこういうエピソードを皆さんに知っていただきたいものです。あの自分僕ら子供の頃よん、あの見てたんやから、うん、それはあのファンレターでも書いたら返事ぐらいくれたかもしれない。くれた人とくれない人がいる。割とあの出してたみたいよ。そうなんですか、うん。あの人のアニメ見てたらですね、うん、ほとんどなんか演出主題歌の作詞は手塚治虫先生になってて、うん、よくこんなんで体持ったなと不思議で仕方ないですね。すごいあの馬力のある人ね。まあ、言ったら過労死で出なくなったかなと思いますけど ね、あれか、ガンでしょ。ガンだからやっぱ過労死じゃないかと言われております、うんうん。まあガンっていうのはもう無理してるから、うん、そういうことがあの出てくるね、ストレスとかね。まあ対局に水木しげる先生もいましたからね、うん。そうよね、うん。まあ水木しげるはあの手塚さんはものすごいあの一種ライバル視してたとこがあってね。そうそうそう、亡くなってからもずっと俺の方が良かった、うん、俺の方が良かったって言ってますね。そうそうそう、それから、うん、あのゲゲゲの鬼太郎なんかにはものすごい影響を受けて、うんうん、それからあのドロロっていう漫画、 あれはなんか、うん、あれもすぐ打ち切りになったんですよ、うん。あんまりあのまあちょっと暗い話っていう、ね。まあ後にね、うん、とある作家が鋼の錬金術師の原型になったとも言われてます。だ、うん、けどまあああいうもんで、うん、その対抗しようと思ったりしてたから、うん、気にしてることはそんだけね、うん、あの尊敬もしてるし。なるほど、うん。だからバイタリティある作家って大切です ね、うん、ね。今の漫画家にそんな人はいっぱいいるんでしょうかね。それは、うん、あのね、漫画家というのはね、うん、今漫画が大流行りだろ。まあ大流行りというかもうずっと流行ってる状態ですね、まあ、普通の、ええ。そしたらね、昔はね、小説家、昔やったらね、うん、小説家になったような人がね、ええ、今やったらもう初めから漫画家目指したりする。そうなんですね。だから才能のあるもんがね、うん、一番流行ってるとこ行くんや。ああ、っていうことはまた新しい文化ができたら、うん、そっちの方が行くの。だから漫画は今はあのすごいあの高度になってるっていうのは当然ね、うん、昔やったら小説家になったような、うん、あの才能のある人が小説家になっても成功したような人が漫画家になってます。なるほど。ということはゲームのキャラクターデザインやってるのも漫画家の影響ってことですね。そう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 、そういうことやね。なるほど。じゃあ今後のね、うん、文化の発展が楽しみですね。うん、だよね、うん。それはもう漫画が、うん、今大学でもちゃんとが、そうそうそう、漫画学部があるぐらいから。まあ中にはね、うん、あのゲームは悪いものとか言って香川県でこうようわからん条例が出てできた人いますが、うん、まあそういうのとそういう規制との戦いなんですね、漫画とも小説も。そうそうそう、常にね、うん、文化っていうのは、うん、その
分からん人間からしたら、うん、あの敵や。そうですね。私たちは本当に新しいものと古いもの両方見ていきましょうや、うん、今はあの 親自体がもう漫画で育ってるから、まあ、読んでる世代からね、うん、子供にその漫画読まんとけとはよう言わんわな、普通はね、うん、まあ、そんな感じでね、今後の文化の発展が期待できますね、うん、そうですね。で、まあ、古いことも勉強しつつ新しいことも勉強していきたいのが、うん、この小槌チャンネルのこうモットーだと思います。あ、なるほど。そうですね。皆様好きな漫画とかアニメやゲームありますか？よろしければコメント欄にお書きくださいませ。皆様、はい、聞いていただいてありがとうございました、はいはい、バイバイ。